はいどうもぐちゃんなるのぐちですということで今回もサブチャンネルを回しているんですけども今回はラケットの紹介をしようかなと思ってます。まあね結構一本一本ねしっかりじゃないですけどもまあ4、5分話してってやってったらまあ多分もうこのラケット紹介シリーズだけでも10本くらい動画作ったんじゃないかなと思います。まあね、まだまだ、たくさん持ってるっていう自慢じゃないですけど、まだまだたくさんね、僕の持ってるラケット紹介していこうと思うので、まあ、まだまだ見ててください。ということで、今回紹介するラケットはこちらでございます。はい。わかりますか?この、ボルトリック G-Force 2リンダンですね。いつだっけな ?2014 年の2月の25あたりに、ボルトリック G-Force 2が、発売されて、そこから、まず、リーチョンウェイモデル、ピンクのやつ、わかるかな?これ、サブチャンネルなんで画像とか貼んないですけど、確か、あれですね、ピンク色の、リーチョンウェイモデルが2015年に出て、で、2016年に出たのが、このね、リンダンのイエローカラーのモデルですね。まあ、リーチョンウェイモデルもそうなんですけど、まあ、その、選手用みたいな感じで、ちょっとね、シャフトの硬さとか、あと、シャフトじゃないね、ヘッドヘビー目のその、なんて言うんだろうね、バランスだったりとかを変更したりとかも、してるようで、その、リーチョンウェイモデルより、このリンダンモデルの方が、よりシャフトが硬く、さらには重いそうでして、で、このラケットは特に、リンダンモデルは、白、赤、黄色があったんですけど、この黄色が一番シャフトも硬くてヘッドがヘビーだそうです。僕はね、鈍感すぎてあんまり感じたことはないですけど、まあでも、そうらしいですね。あんまわかんないけど。でもね、僕もともと、その、ラケットのデザインとかも、青、赤、黄とかこういう、なんて言うんでしょうね。信号じゃないですけど、色のはっきりした色が結構僕好きで、だからこういうね、この黄色だったりとか、あと G スラッシュとか、あとは何でしょうね。アクセバー11とかもね、赤メインでって感じですごい好きなんですけど、本当にこうやってね、グリップからさらにはもうラケットもしっかり黄色でまとめられるラケットっていうのがとても好きで、まあちょっとね、シャフトもすげえ硬くて、まあ、僕にはちょっと扱えないんですけど、まあこれはすごい記念に残しておこうかなと思ってる一品でございます。まあこれを手に入れたのも最近でして、僕仲良くさせてもらってるフォロワーさんがね、ぜひこういうのあるよって言われて、で傷なしで購入させていただきました。だからもう綺麗に、もうその人めちゃくちゃたくさんラケット持ってて、もう何でもあるんじゃねえかっていうくらい、僕がたくさんあるって言うんだったら、もうかなり、もう超絶あるっていうくらいにラケットの本数持ってる方でして、いやマジで、本当にこういうラケット、こういう限定ものだったりとかも、何でも持ってんじゃねえかなっていうくらい持ってる人に譲ってもらいました。本当にありがとうございます。譲ってもらうって変だね。ちゃんと買いました。はい。なんで、まあ、僕は、これはね、ちょっと、まあ、その、性能的にも、あと、希少価値的にも、ちょっと、使わずに置いておこうかなと思う一品でして、僕もね、まあ、プレイヤーですけども、まあ、ちょっとコレクター気味なところもありますので、まあ、これは、しっかりね、残しておこうかなと思います。まあね、この G-Force 2ってのは、やっぱ、すごい名機でして、やっぱ、なんて言うんでしょうね、今でも、もう、だって、5年前に発売されたのに、まだね、世界で戦ってる選手とかが、G-Force 2を好んで使ってる方とかいますし、どんどんね、アストロクスとか、あと、まあ、その、ナノフレアとか、どんどん変わっていく時代ながらも、まだずっと G-Force 2を使ってるってことは、やっぱそれだけね、選手が好むようなね、スペックだったりとかデザインが、やっぱ、あるのかなっていうのが G-Force 2の良さですし、さらにはこのリンダン、まさに最高でございます。いつかね、僕動画で撮ってみたいのがね、もう全身リンダンにしたいんですよ。まぁ、ちょっとシューズはね、人のモデルはちょっと高いし、まあ、僕に合うコンフォートっていうのは僕ちょっと好みではないので、まぁ、ちょっとね、似たタイプの感じでちょっとリンダン仕様の全身で、ちょっと動画なんか撮ってみたいなと思いながら、今を迎えてるというわけです。まあ前回ね、多分、前回っていうかめちゃくちゃ前ですけども、ボルトリック LD フォースを紹介した時にもそうなんですけど、やっぱ LD フォースもありますし、G-Force 2リンダンもあるから、まあね、そのリンダン仕様でいつかバドミントンの動画を撮ろうかなと思っております。だ最近ね、リンダン選手が優勝した時の格好をね、そのままパクらせていただこうかなと思います。はい、ということで、まあね、そのリンダンだけに限らず、まあ、次、リーチョンウェイのね、
全身作ってやってみたりとかもやってみたいと思いますので、また次回のね、そういうラケット紹介だったりとか、あとはその選手だったりのお話とかもね、またサブチャンネルでしていこうと思いますので、ぜひそちらでお会いいたしましょう。ということで今回の動画は以上になります。バイバイ。噛んじゃった。